今回ニューアイテムということでこれを買ってみました。じゃん。はい。ダイソーですね。100均で売ってある、UV レジン液。先日コメントいただきましてですね、UV レジンとかも、かなり使えますよということで、コメントいただきまして、結構ね、食わず嫌いというか、ちょっと苦手な意識があって、使ったことないんですけどね、ちょっと試しに使ってみようかなというふうに思って買ってみました。で、今回どこに使うかというと、この、見えます？フォグライトっていうんですかね。バンパーの、ここですね。この、ここ。ここに、レンズみたいな感じで、ライトがつくんですけど、ここがメッキ。丸出しのパーツで再現がされていて、この上にレンズがあればいいんですけど、そういう感じじゃなくてですね、メッキそのままということになってますので、この上に UV のレジン液で表面を透明にコーティングをしてですね、レンズがこうあたかもあるような感じに表現をするというところが1個と、これです。見えますでしょうかね、これ。はい、ランボルギーニのフロントのエンブレム、0.5mm のブラバンで台座を作ってですね、上にデカールを貼って落下系のクリアでコートをしています。この上にもうまくレジン液をつけてですね、ちょっとこう厚みのあるような光沢を出せたらなというふうに思って、今回ちょっと買ってみました。はい。で、今がですね、ちょっと夜のちょうど12時ということで、太陽光がない状況になります。で、UV レジンというぐらいですから、紫外線ですね、波長の短い光が当たることで硬化をするという形になりますので、今この使ってるこの蛍光灯 LED なんですけども、これの光で、硬化するのかどうか、硬化をすれば もちろん使えるんですけども、硬化しないということになりましたら、塗ったままもう触れなくなってしまいますので、朝また太陽が出てきた頃に、日向にこう出すしかないということになりますから、ちょっと、この蛍光灯でも使えるかどうかっていうのを試してみようと思います。こういうプラボ、さっきまでウィングを保持してたものです。もう捨てるだけなんですけども、これに、はい、ちょっとつけてみてですね、どうだ。はい、こうやって光にちょっと当ててみましょうか。はい、さあどうでしょうね。ダメかな、なんかダメな気がするんですけどね。ああダメや全然固まってないですね。ああやっぱダメなんかな。速乾タイプって書いてあったんですけど、やっぱり強力な紫外線が当たらないとダメみたいですね。全然こう、はい、全然なんか硬い感じにならないですね。しまった、昼間にやっとけばよかった。はい。ということで、でもちょっとああいうので試しにやってよかったですね。大丈夫ちゃうかなと思ってやってみてダメだったらちょっとあたふたしますので。はい。ということで、この光じゃダメなんかな。多分キーホルダーみたいな UV ライト、ブラックライトみたいなやつが多分いるんですよね。か、太陽光にかざすかのどちらかだと思います。
ので、ダメだ。明日ちょっと日が出てからまたやりましょうか。はい。ということで、この LED の、この、あの、種類によるとは思うんですけども、あの、UV レジン液は、残念ながら、あの、普通の蛍光灯ではダメでしたということになります。ので、また、太陽光にかざした後のレビューというか、あの、使用感、またご共有できればと思いますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと通常の作業を進めていこうと思います。一旦カメラ止めます。はい、ちょっと UV レジン液が、今作業できないということが分かりましたので、他の作業を進めていこうと思います。まあ、フォグランプもエンブレムも、完成、本当に直前に、部品が揃えば、OK なものですので、今のうちに、室内ですね、内装関係で今のうちにやっておかなければいけない作業を進めていこうと思います。今回は、ミラーですね。車にはミラーが3つあります。ルームミラーが1個とサイドミラー2個ですね。この内側に、アルミ箔を貼っていくということです。で、私これ使ってます。メタルック。もう多分これ今売ってないですね。モデラーズ。多分中学校の時買いましたね、これね。453円。はい。多分480円のなんかですね、多分ね。はい。ちょっとずつ使ってますので、全然減らなくて、まだ持ってる感じですが。はい。これを貼っていきます。で、使うものは、ピンセットですね。ピンセットとデザインナイフ。で、デザインナイフの先っぽは、新しい刃に交換をしてあります。はい。これで、作業をしていきます。で、もうすでに3枚ですね、カットしてあって、長いやつがこのルームミラー用。で、残りの2つちょっと大きめに切ってるのがサイドミラー用になります。では、まずルームミラーから順番にやっていきます。はい、ピンセットで、非常に薄いので、ちょっと掴みにくかったりするんですけども、めくれましたね。これを、ペラッとめくって、ルームミラーの鏡になる面に、ピタッとあります。ちょっとミスがまだ大丈夫か。はい。で、ギュッと密着をさせます。で、ここで、綿棒なんかを使ってですね、軽く押さえて、これからカッターの刃を入れるんですけども、どこに入れたらいいかというのを分かりやすくするためにテープを密着させます。はい、すると、こんな感じで、縁が分かりますね。どこまでが鏡だというのが分かりやすくなりますから、これちょっとこっちギリギリでしたね、今ね。全面ベタッと銀色で貼りたいところなんですけども。はい、で、そこからそのままスーッと、力はいりません。ナイフの重みで切るようなイメージですね。はい。で、周りを、ちょっと切れてなかったら、ガッと、鏡の面貼りたいところのテープまで持ってっちゃうことあるので、注意しながら、はい。はい、いっちゃあれですね。こんな感じです。ほい。うん、いい感じですね。この粘着もなんか何年ぐらい持つのかっていうのも、わからないですね。なんか、あんまり剥がれたこともないんですけども。まあ何年かしたら剥がれるんでしょうけどね。まあでも中学校ぐらいから使っているテープがまだ、こういう風に使えるということは、10年、20年ぐらいじゃ多分大丈夫なんですかね。環境によるかもわからないですけど。まあそんなことは気にせず、どんどん進めていこうと思います。見えますかね？これがね、ちょっと貼れるかが不安なんですよ。なんか貼れない気がするな。ちょっとだいぶ奥まってましたね、鏡の面が。なんか別でプラ板かなんかで鏡を作れということなのかもしれませんが、結構ね、これもアルミなんで伸縮するんですよね。割と伸びるんで、
グッと、あ、いけますね。なんとなく。グッといてもなんか、割と破れずに密着をしてますので。これ多分ドライヤーとかで温めながらまたやると違うんでしょうけど、まあちょっとめんどくさいので。ちょっと縁をきれいに綿棒で出すことができたので、はい、いきますね。おい、あ、嬉しいですね。ちょっときれいに、うん、いいんじゃないでしょうか。まあちょっとチャチですけど、まあまあ上等でしょう。はい、反対側のミラーもやっていきます。小中学校の時に家庭科の授業で、あの、針に糸を通しましょうみたいなのがあったと思うんですけど、結構やきもきした覚えあるんですけど、今多分ピンセット使ったらすぐできるような気がしますね。なんかね、割と手先は器用になってきたような気がします。ちょっとね、だから最近目が悪くなってきて、眼鏡がちょっと合わなくなってきてるんですけど、きれいに切っていきます。で、この時力はいらないです。ナイフの重みだけで切っていくようなイメージです。はい。そのためにあのナイフの刃を新品にしたということもありますので、ちょっと切り残しがありますかね。はい、はい、いい感じです。はい、これでミラーの準備は OK ですね。ということで、内装の準備を進めていこうと思います。はい、で、ここですね。カウンタックの屋根には、メッシュがなんか切ってあって、実車もまあ穴が開いているということになりますので、ここはボディ色じゃ、まあ、まずいということになります。で、こんな細いところの数箇所をですね、マスキングして塗るなんていうのは無理なので、エナメル系の半ツヤの黒をですね、こういう風にベタッと塗っちゃいます。はい。じゃあ反対も。これもあの墨入れと同じような要領で、あとでエナメルの薄め液でまあまあ拭き取ってしまえば、あの余計なところの分は大丈夫ですので、はい、こんなもんですかね。はい、これで乾燥させて、あとで綿棒で拭き取るという形を取ろうと思います。はい、では乾燥しましたので、窓枠を塗るためのマスキングをしていこうと思います。はい、今回はこんな感じですね。このフロントウィンドウの周り一周ぐるっと、半ツヤの黒ですね。と、ミラーの手前の、この、なんていうんですかね、この部分の名前。この三角形のところ。これを、ツヤ消し、半ツヤの黒。で、あとこの、横 T の字みたいな窓枠のところですね。横のサイドの窓枠のところ。ここと、リアの蛇腹のところ2箇所ですね。ここを、半ツヤの黒で塗っていきます。で、あと、後ろのリアのエンジンフードのところですね。はい、ここも、このくぼみのところを半ツヤの黒で塗っていきます。ということで、ここもちょっと、やっぱりマスキングをして、筆塗りで
シャッと仕上げようかと思いましたが、まあ、ここもマスキング、あ、ここはちょっと筆乗りにしようかな。あの段のところ、うまく、やりきる自信がないので、ちょっと仕上がりは、見劣りしますが、ハンツヤの黒を、エナメル系の塗料を筆塗りしようと思います。ここも結局、あの筆塗りでいってます。今大規模にはみ出してますけども、これは後で、エナメル系の薄め液で、拭き取ってしまえば OK なので、はい、同じような感じで仕上げましょうかね。ちょっとこの塗装をだいぶ重ねたせいでですね、この下の段がうまく取れる気がしないので、マスキングでちょっと多めにハンツヤの黒を塗装してしまって拭き取る形を取ろうと思います。で、こういう蛇腹のところとかはあのしっかりラッカー系の塗料をマスキングをした上で、エアブラシで拭いていこうと思います。で、同時にこのウインカーと小さいライトが入るところですね、ここもシルバーに塗る必要があるので同時にマスキングをしていこうと思います。じゃあ一旦カメラ止めます。